いじめ。いじめっていうものの境ってどこからか分かりますか？いじめられてる側として受け手としましょう。加害者がいます。で、いじめられてる方は、もう無理です。もうギブアップです。その刺激には耐えられません。やめてください。嫌です。って言ってるにもかかわらず、与え手の方、加害者側の方が、まだやめない。同じ刺激を与え続ける。あと、救いの手を差し伸べないね。で、さらなる追い打ちをかけたりする。それもいじめですね。じゃあ、いじめじゃない場合ってどうなるのか。うちの受け手の人がいじめだとは思ってない場合、いじめじゃないです。例えば、猪木に平手打ちされました。ね、これをいじめだ、暴行だって騒いでる人、あんまいないんじゃない？だってもう痛いって分かってるし、一回のピンタが来るっていうのは分かっていて、覚悟してますよね。で、だから猪木さん、人に平手打ちしてても訴えられることはもないし、そういうようなテレビ番組とかもね、ありましたでしょ、全然。で、ね、普通の人、一般人のこの受け手と与え手のバランスが崩れた時に大変なことが起きるんですよ。もっと言うなれば、暴行、虐待、いじめ、同じことです。全部、嫌だ嫌だって言ってるにもかかわらず、強制する。同じ刺激を与え続ける。それを虐待と言わずして何て言うんですか？暴行って言わずして何て言うんですか？いじめって言わずして何て言うんですか？嫌がってるんですよ。しつけって言いますか？子供に対してはしつけって言ったりしますね。でもそのしつけのやり方、大変間違っていることが多いです。今もうね、この虐待という、言葉に対してもね、イメージだいぶ変わってると思うんですね。一昔前までは、げんこつはしつけって言ってたと思うんです。でも現代、げんこつ、虐待です。なぜか。ちゃんとね、そういった体罰っていうのは、脳の損傷するっていうことが明らかになったからなんですね。脳を損傷するんです。これ体罰だけじゃありません。言葉の暴力とか、性的な暴力とか、そういったものに、を受けてきた子供、確実に脳が損傷しているっていうのが分かっています。どこの家庭でもあり得るような、ほんとちょっとしたことって思うことで、それが実害が起きているっていうのが明らかなんですね。で、感覚過敏者っていうのは、こんな生活音でちょっとしたことだよ。だって家電製品なんてみんな使ってるじゃない、電気だよって言っても、もうもともとそういうものを浴び続けてきて、脳とか体の中が変異してしまっている状況なので、その刺激に耐え続けることが不可能になってるんですね。で、過敏の状態がどん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 レベルアップしていってしまう。で、周りの人がそれに対して気づかない。こっちがもうギブアップって言ってるにもかかわらずそれを理解しない。もう、そうなると過敏者にとっては集団いじめ、集団暴行を受けてるようなものなんです。言うなれば集団リンチですよ。だって自殺に追い込んでるんだもの。で、もうちょっと言いましょう。感覚過敏者に対して、こんなちょっとのことでって言って、私たちに合わせなさいよみたいな、その感覚手術とかで治してきなさいよって言ってもさ、まず病院ないし、医者知らないしね、治療法がないんですね。
こういうこと言ってるのと同じなんですよ。感覚過敏者に対して私たちの大多数の人に合わせてよってね、その感覚おかしいよって言ってるのはね、ブスは整形しろよって言ってるようなものなんですよ。個性を尊重してないんですね。だって平安美人の人がさ、現代に来たらさ、ブス扱いでしょ。岡部さんみたいな人です、平安美人って言われてるのは。平安時代にはそれが美人だったんですよ。このまん丸な顔で、お歯黒で、眉毛がちょんってあるマロ、ね、真ん中分けの黒髪で、ね、そういうのが美人だった時代がありますね。で、現代にそういう人が来たら、ね、怖い、ブス、整形しろよ。そういうことを言ってるのと同じですよ。血液型ね、A型の人が大多数なんだから、B 型の人とか O 型の人とか、AB 型の人は A 型に変えろよって言われてるのと同じなんですね。医学的にもね、血液型、輸血の時なんて違う血液型を輸血されたらさ、拒絶反応とか起きてね、生命維持してられないじゃない、ね、にもかかわらずさ、そういう無理強いを言ってるのと同じなんですね。あとこれね、アレルギーをね、持ってる人、食品アレルギーの場合だと、例えばね、エビアレルギーを持ってる子供にさ、ね、エビピラフ食べなさい、美味しいわよ、食べないと力出ないわよ、元気出ないわよ、食べさせてるんですよ。卵アレルギーの遅延型アレルギーを持ってるってことも知らずにさ、卵栄養価が高いんだから食べなさい。ね、好き嫌い言ってちゃダメよ。無理強いなんですよ、それ。ね、アレルギーの話も後でしますけどね、即時型と遅延型っていうのがあります。はい。ね、だからどっちの反応出てるかっていうのも調べもしないで、ね、あなた自身の感覚でね、栄養価が高いんだから食べなさいって、もしアレルギー持ってる子供に勧めて体調おかしくしてたら虐待ですよ。ね。あとこういう上司いたでしょ。俺の酒が飲めねえのかよって。俺のついた酒が飲めねえのかよ。飲めねえよ。だってアルコール耐性がない人にアルコール飲ませちゃったら倒れますよ。ウイスキーボンボンっていうあんなちっちゃいさ、チョコレートの中に入っているちょっとした数パーセントのね、アルコール度数のお酒でさえ顔が真っ赤になるんですよ、ね、そういうのを知らずに食わせてさ、なんでこんな酒も飲めねえのかよって言ってんのと同じなんですよ。感覚過敏者に対して生活音に耐えられねえのかよって言ってんのね。アレルギー食品食わせて下手したら死ぬんですよ、死亡するんですよ。感覚過敏者は自殺に追い込まれるんです。人にはですね、感覚と刺激耐性っていうのがあります、ね、これはね、かなりの個人差、個体差があります。感覚することとか刺激に対する体制ですね。例えばあなたと生まれたての赤ちゃんだったら全然刺激や感覚に対する体制が違うの、それくらいわかりますよね。だって言葉だって赤ちゃんはまだ喋れません。泣いて訴えてるしかできませんね、小学校低学年の子だって今自分に起きていることを説明することができません。だから嫌だって大きな声で言うしかないですよね。それを嫌だとか言ってんじゃないとか言って引きずり回すような親、虐待ですよ。でもわかるでしょ、猫舌と犬舌の人がいるっていうのはさ、もうそんなのわかってるじゃないですか。熱々のスープ、同じ温度の熱々のスープを出されて
猫舌の人は熱って感じるだけじゃなくて実際舌をやけどしてしまいますよね。犬舌の人は熱くて辛くてもさ平気で飲んでしまうことね、そういう差がある。知ってるじゃんみんな、個体差があることもわかるじゃないですか。にもかかわらず私たち大多数の人の感覚の方が正常なんだから、どうなんですかねそこも。まあ病院に行ってその過敏を治して私たちの生活様式に合わせてよっていうのはナンセンスなんじゃないですか。個人の感覚尊重してませんよね。単純な無理強いじゃありませんか。だってギブって言ってるんだもん。いじめに入りませんか。そんなつもりないですよね。そんなつもりない、うん、でも実質そうなんですよ。はい、この感覚刺激体制には個人差がある、かなりの個体差があるというお話、もう少し詳しくします。例えば先天性の場合どういう感覚の反応をするかっていうと、その刺激に対しても急性的な反応が見られることがあります。例えばね、分かりやすいように食品アレルギーとか、ね、アルコール耐性とかそういったものに対して、検査をすれば分かるんです、どれくらいの耐性を自分が持っているかっていうのが。でもその検査をしないでいて、その食品アレルギーを持っていたものを口にしてしまった時に死亡するケースもあるわけなんですね。自分をよく知った方がいい。この辺は私は調べました、遺伝子検査で。で、この後天性の場合は事故とか公害とかね、そういった外因性が原因でもうすでに何かしらの障害を自分が抱えてしまった状態、そこに加わった刺激で大反応を起こします。例えばですよ、口内炎ができてて口の中が痛い時に酢の物食べて美味しいって感じられますか。酸っぱいんですよ。酸っぱいどころじゃないよね。口内炎ができてる時痛覚になりますよ。痛いって感覚します。そう、同じ刺激が入ってきたとしても、その人が障害を抱えている状態の時っていうのはそれが痛みとかに変わるんです、感覚が。そんなちょっとのことで、そう、酢の物、そんなちょっとの刺激で痛いって何言ってんの。多分そうになりますよね。でもあなた口内炎になったこと一度もないですか。一回ぐらいはあるでしょ。やけどしたことありませんか。一回ぐらいあるんじゃないですか。その上に何か違う刺激が来てみてごらんなさい。手が真っ赤に腫れてて痛い、ヒリヒリしているところに物がぶつかったらどうですか。悲鳴あげるほどの痛みになりませんか。そう、感覚過敏者ってそういうふうな状況に陥ってるんです。そんなちょっとの生活音で、そんなちょっとの電力で、そんなちょっとの電波で、はい、生物の生理反応として即時型と遅延型っていうのがあります。即時っていうのはもうその刺激が与えられたら即座に反応するものです。例えばもうね、やっぱ分かりやすいように食べ物で言うとパイナップルとか食べたり、キウイフルーツとかね、舌がちょっとビリビリするっていう風に感覚する人多いと思うんです。そういう風に刺激が加わってすぐに
何かの感覚をするっていうのが即時型です。で、遅延型っていうのもあります。刺激が加わって数日後に反応が出るものなんです。で、私卵のね、遅延型を持ってるんですけど、ね、それ全然気づかなかったんですけどね、検査をして分かったんですが、だから気づかないんですよね。その卵が原因で調子が悪くなってるなんて全然思ってもみなかったんですけれど、他に一番なんだろう、アレルギーが多いのとか小麦とかかな、ね、グリアジンとかグルテンとかそういった小麦に含まれている物質がね、一旦抗体が作られると自分を攻撃してしまう抗体、ね、似てるものに対して反応しちゃう抗体が作られてしまうので、間違ってね、自分を攻撃してしまうようなことが起きてしまうんですね。で、まあ、食品に関してはそういうことが起きてるんですけど、じゃあ過敏症ね、例えばその私が陥っている低周波音症候群であれば、やっぱね、潜伏期間っていうのが、すごいあって、この脳の切り替え、スイッチ切り替えが起きてしまう日数として、超低周波音の場合は7から10日で発症するって言われてます、風力発電ね。で、その他はね、3週間とか4、5年って言われてるんですけど、まあ私全然やっぱりね、この低周波音症候群のことを知らなかったので、もう発症していること自体知らなかったというか気づけなかったんですね。誰もがかかるものなんです。誰もがかかってる可能性があるんです。ただ知らないからそうだとは思ってないだけなんですよね。電磁波の方で言えばですね、幼い子供ほど気づかずに影響を受けていて、皮膚炎を起こしていることがよくあります。アトピー性皮膚炎とかね。でも親はその電磁波過敏症ってことに気づいてなくて、ただ病院に行ってね、薬をもらって、でステロイドとか塗ってあげて、でこれで改善したって思い込んでいるオール電化の家の家族もいたりしますっていうのは非常に怖くないですか。で、虐待してるつもりなくても子供を虐待しちゃってるようなものなんですね。オール電化の家に住まわせて、で皮膚炎になっちゃって、で薬で治そうとしてる、その薬が効かなくて、ずっとステロイド剤つけすぎて今度皮膚炎が悪化してたりとか気づいてないところで虐待になっちゃってますね。そう、じゃあ治療法どうすりゃいいのっていう話なんですけど、これですね、少なくとも半年間以上っていうのかな、はそのアレルギー食品を避けるっていうのが、アレルギー食品に対する治療法の一つなんですね。もう避けるしかない。だってアレルギーですもん、その低周波音も電磁波も化学物質も、それらの刺激ですよ。全部が刺激です。それに対してアレルギーを持っていて、体制がもう追いつかなくなってて、ギブアップしているんだから、そこから離れなきゃならないんです。しかし、この世に離れる場所がないんです。低周波音症候群の場合は、あれです。こういうこと言ってんのと同じなんです。
もう一度発症してしまうと脳の不可逆変化が起きてしまっていて、二度と治らないというような形で言われています。つまり足を失ってしまった人に対して自分の足で歩いて買い物行ってくださいって、自分の足で走りなさいって言ってんのと同じことになっちゃうんです。その生活の中で生きてくれっていうのはすごくむごいこと言ってませんか？だからね、こういう問題が起きるっていうのをさ、政府は知らなかったのかよって。いや、知ってたんです。実は知ってたんですけど、金、経済を優先して何の対処もしてこなかったね。だからさ、私に文句言わないでください。言いたければ行政に言ってくださいよ。市役所に申し出てくださいよ。動かないけど、役人。役人は国で決まったことでしか動きません。じゃあその国から根本的に変えていかなければならないんです。どうすればいいんですか？小さくても声を上げていくしかないんですね。要望書を出していくしかないんですね。でもその数が少なければ通らないんです。集団いじめ、集団暴行、集団虐待、集団リーチと何が変わらないんですか？そういう状況で大げさですか？